はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージご質問いただきます。ご質問はノババックスの新しいコロナワクチンってどうなんですかっていうご質問です。そうですね、アメリカのノババックスっていう会社があって、そのワクチンをですね、政府がその契約したわけですよね。来年の初めから1億5000万回分受けるっていう契約を、結んだわけです、政府が。僕ね、この契約ねすごく良かったですね。もう先手を打って早い段階でねワクチン契約したっていうのはすごくいいと思います。やっぱりね、今後ワクチン不足って世界中で加速していくと思うんです。もちろん日本でも加速していくと思うわけです。っていうのはやっぱり3回目のブースター接種が必要っていう流れになってますんで、世界中で。あとはね、2回打っても免疫がつかない人っていうのも一部いるわけであって、そういう方、3回目打つことによって免疫がつく可能性っていうのがあるわけだし、やっぱり2回打っても時間が経つことによって抗体が下がっていって3回目のブースター接種が必要になりますよねっていう流れになってきてますので、先手を打って契約したのは良かったと思いますね。途上国ではもう未だにですね、ワクチン1回も打つこともできない人いるし、もちろん日本国内でも打ちたくてもワクチンが回ってこなくて打てないっていう方いっぱいいるわけなので、ワクチン不足を見越して契約したのは良かったと思いますね。で、ノババックスのワクチン、これ契約したの何がいいかっていうと、これね、今まで日本で使ってたファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンとはまたね別の作り方のワクチンなんですよね。ファイザー、モデルナはメッセンジャー RNA ワクチンで、これはそのメッセンジャー RNA という遺伝情報を体に打ち込むわけですよね。で、ウイルスベクターワクチンっていうのは遺伝情報を入れたそのウイルスを注射するっていうものなんですよね。やっぱり これだけ聞いても不安になる人っているわけですよね。メッセンジャー RNA ワクチンって聞くと、これ人類初の試みなんですよね。これを実際に多くの人に投与していくっていうのは、これが人体実験だっていう人もいるし、人体実験に参加したくないっていう方もいらっしゃるわけです。あとはこれによって遺伝子が書き換えられるんじゃないかって思ってる人もいるわけですよね。これってその科学的医学的根拠はないんですけれど、やっぱりメッセンジャー RNA ワクチンを打って5年10年20年って経過を追ったっていうのはないわけなので、そういうふうに心配する人っていて当然だと思うんですよね。絶対そういうことはありえないって 100% 断言することって誰もできないと思うんですね。なので、その遺伝子が書き換えられることによって10年後に死ぬとか20年後に死ぬとか将来がんになるとか、あとは人口削減計画だと、遺伝子書き換えて早く人間を殺して人口削減するんじゃないかって考えてる方もいらっしゃるわけなんだけれど、そういうふうに考えてる方なんかはこの組み換え遺伝組み換えタンパクワクチンであるノババックスのワクチンをだったら打ってもいいって考える人いると思うんですね。で、このね、ノババックスの組み換えタンパクワクチンってどういうものかっていうと、これはですね、大腸菌とかの細菌とか、あとは昆虫とかの動物の細胞とかにウイルスのタンパクの一部分を作らせるんですね。なので、でそれを注射するので、あくまで組み換えタンパクワクチンっていうのはタンパク質成分を注射するんです。なのでメッセンジャー RNA ワクチンとかウイルスベクターワクチンとは違う作り方、違うものなんです。で、これは、B 型肝炎ワクチンなどにももうすでに使われてるんですね。多くの人に使われてて実績があるんです。なのでメッセンジャー RNA ワクチンとかウイルスベクターワクチンは打ちたくないんだけど、組み換えタンパクワクチンだったら打ってもいいかなっていうふうに思ってくれる人、日本にも世界にもたくさんいると思うんですね。で、このノババックスのワクチン、有効性もですね、比較的高くて 90.4% っていう結果が出てるんですね。で、これは基本的に21日空けて2回打つっていうものです。場合によっては1回目2回目はファイザーとかモデルナあるいはアストラゼネカ打ってて、で3回目がノババックスになるってことも
あり得ると思います。でそれによっていい結果が出るかどうかっていうのはですね、まだはっきりとは分かってないんですけど、まあ、そういう方針になるんじゃないかなって思います。であといいのはですね、これ保存が2度から8度の冷所保存でいけるものなんです。まあ、これは例えばファイザーだったらマイナス70度とかで保存して輸送しないといけないので、やっぱり個人のですね、ちっちゃなクリニックとかでそういうマイナス70度の冷蔵庫を準備するとかですね、大変なんですけれど、まあ、これだったら普通の病院クリニックに置いてある通常の医療用の冷蔵庫で対応できるわけなので、まあ、より多くの医療機関で打つ広げることができると思いますということなんですよね。はい、なのでまあこのノババックスワクチンが日本で流通することによって、まあ、日本人のワクチン接種率ってさらにね上がっていくと思うんです。まあ、それによって、まあ、接種率を上げていって感染者重症者死者を減らしていって医療の逼迫も抑えることができると思います。で収束させることによって経済をまた活性化させていって、だんだん元の生活に戻していけるんじゃないかなって思います。なので、まあ、新たにワクチンをですね大量に契約したっていうのもいいんですけど、新しいタイプのワクチンを契約したっていうのがね、これ素晴らしい判断だったと思いますね。やっぱり自分の周りの人でもですね、やっぱり一部の人はそのメッセンジャー RNA ワクチンを打ちたくない、なんとなく怖いって思う人いるわけですよね。不妊症になるんじゃないか、遺伝子が書き換えられるんじゃないかとか、人口削減計画なんではないかっていうのをですね、やっぱり信じてらっしゃる方いるし、信じるのは僕自由だと思うんです。僕は信じてないんですけど、信じるのは自由なんですよね。なのでそういう方、ノババックスのものだったらいいんじゃないかなって思ってくれると、さらにワクチン接種率を上げることができるわけですね。なのでファイザーとかモデルナのワクチンを増やすよりかは、新しいタイプのワクチンを契約したっていうのは良かったと思います。まあ、ただそれでもやっぱりワクチン打ちたくないっていう方は一定数いると思うし、それはそれで尊重して、そういう人たちの意見をね、しっかり耳を傾けるっていうことも大事だと思います。全てのワクチンに対して反対している方っていうのもいらっしゃるわけですからね。反ワクチン派の人たちっていうのもいらっしゃるわけであって、もうあらゆる、ワクチン、もうインフルエンザにせよ、風疹にせよ、麻疹にせよ、結核にせよ、本来は自分は人間というのは自分で免疫をつけるべきものなんだ、ワクチンというのは不自然なものなんで良くないっていう考えの方もね、一部いらっしゃって、そういう方の意見もすごく重要視すべきだとは思います。あとはやっぱり 今でも新型コロナはただの風邪なんだとかね、ワクチンよりも自分の免疫をつけることが大事なんだっていう考えの人だっているし、新型コロナは存在しないっていうふうにね考えてる人もいるので、まあ、そういう方はノババックスのワクチンが日本に入ってきてもやっぱり打たないと思うので、はい、っていうのはありますけれどね。あとはマイクロチップがワクチンに混入されてて、マイクロチップが打たれることによってその 5G で操られるっていうふうに考えてる人は、やっぱり今回のノババックスのワクチンにもマイクロチップが含まれてるっていうふうに考える人もいるので、そういう方も打ってあげることができないんですけど、まあ、いずれにせよメッセンジャー RNA ワクチンっていうもの自体に対してなんとなくね不安を感じてた人なんかは、ノババックスのワクチン打つのはすごくいいんじゃないかなと思いました。はい、ということです。ご視聴ありがとうございました。